歯ブラシって高いものでも300円くらいだから、ちょっといいやつを使っても損はないと思いますマダンです。今回はおまけパートです。そうです。このゲームはプレイヤーが育てたモンスター同士でバトルできるんですよ。いやそれがメインだろうとも言われそうですが、ポケモンと違って本編の難易度が高いし、公式大会に参加するわけでもなければあんまり意識しない気もします。特にオンライン対戦ができなかったプレステ版ではね、今のゲームなら当然のようにオンライン対戦はついていますが、昔はそんなもんありませんよ。ランケーブルって何ですか？って感じですもの。というわけで、本編で育てたモンスター同士でバトルさせたらどうなるか？というお遊びです。ポケモン、ゲルトガレー。ホッテンマイヤーは限界まで育てておきました。限界とは、死の前日です。丈夫さも上げておいたので結構耐えられますね。でも相手が硬すぎた。うわぁ、フルモンの底力はやべぇ。コンピュータ操作がデタラメだからなんとか勝てました。コンピュータがアホだからこそ本編が面白いとも言える。メモリーカードをいくらでも生成できるのが PS3 のいいところだ。昔は15ブロックで2500円もしたってのにね。いつぞやの動画でお見せしたジルです。当時は油臭い癖の具体的なローテーションを知らなかったのだ。そやモンスターファームマニアほど充実した攻略本でも、ストレスなどのマスクデータの詳細な数値までは記載されていなかったからね。結構強いじゃん。さすがにライフ200ではきつすぎたか。今度は逆に。なんだこの戦い。
このドレインを見たかったがために、激悪であるジルを育てたのだ。ちょっとやらしい感じのモーションに期待してたんだけどね、ふふ。なんでプラントは直接吸うのにピクシーは手からなんだ。ロマンってもんがなってないぜ。さすがにレーティング機構から怒られるからダメか？初めてドレインが活躍しました。こいつがモンスターファーム2マニアの記事をそのまんま参考にして初めて作ったフルモンです。それではフルモン同士のオートバトル5本勝負、1本目、はい。あんたそれ好きやな。なんかいい勝負してるし。底力が出たんなら攻撃しやがれ。なんかいい勝負で1対1で迎えた3本目、はい。これ当たったらあかんやつです。
なんか煮え切らねえ。ただいまのセット数は2対1。やはり変態が勝つか？はい。なぜ最後に攻撃しない？謎のいい勝負で2対2で迎えた5本目。はい。これ結局初期技を使った方が勝つんじゃ？なんか煮え切らねえので 1P は人間が動かします。実はダック2は冬眠前に修行に出して野良門戦をしているので、技の順番がめちゃくちゃなまま保存されているんですよね。結局ビークロンってどういう生物なんですかね？角が飛んでったりするし。ダブルブレードのクリティカルでも倒れないとは、さすがはフルモン。バーストキャノンが初めて叱るべき場面で役に立ったな。というところで、モンスターファーム2はここまで。見てくだすった皆様、ありがとうございました。すわらばー。
意外と体重が重そうだ。筋肉質だからな。事故ですかね？ホッテンマイヤーは本職の穴を掘る仕事に帰っていったんだよ。うむ、お金なら腐るほどあるからピラミッドみたいなのを建てよう。やはりいざという時におっさんは役に立つね。後でちゃんとロードするから大丈夫だよ。おめえは黙ってろ。後ろ髪うざお、なんて名前だっけ？藤田さん、ここはモンテカルロ、絶対に抜けない、って有名な実況者だよ。あったりこ博士、一度も冒険に出さなかったから根に持っていらっしゃる。あ、帽子かぶってなかったから誰かわからんかった。彼女はミスタードリラーの世界に帰っていったよ。ああ、おっさんたちが宴会して帰った後だからな。それなら先日ブルドーザーで掘ったよ。コルトさん、いい表情ですね、ふふ。パブス先生まだいたんか。先生もすごい表情してますよ。バケモン言うな、モンスターファームなのに。生態系に人の手を加えたのか？どの世界も人は、過ちを繰り返すもんだな。コルトさん、バケモンなら何でも育てられると思ってますね。いや、かつて駆除した外来種の飼育を許可されるとは思えんのだが、こいつが繁殖して森に脱走したら歴史を繰り返しますよ。というわけでログガイガーにでもデコピンしてもらって廃棄しましょう。どういうネーミングセンスしとんじゃー。生物の死は、新たな出会いを生むのでる。噛んだ、生むのである。まあ意外と可愛いんだけど、めちゃめちゃ育てにくいのよね、ゴンザレス。賢さが上がりやすい以外、全部の能力が上がりにくいとってるからね。
というところで、そんなシーンは全部なかったことにして以上終了。人類の勝利、お疲れ様でしたー。